マリオモンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら、ひろゆきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。裏側も知らないですけどよろしくお願いします。ひろゆきさん聞きたかったのが、僕うちのチャンネルって見てる人ある程度裁判慣れしてる人も多いんですけど、反社会勢力で見てる人が多いらしいんですよ、うちのチャンネル。でそういう人たちって結構裁判抱えたりもするんですけど、そういうのにちょっとひろゆきさんにちょっとこうどうしてもぶつけておきたいのとしては、ひろゆきさんのファンというかチャンネルの人にとっても当たり前すぎるんですけど、うちのチャンネルではっていうことで言わせていただくと、ひろゆきさん損害賠償請求30億円以上来てるっていうのやっぱりネットとかいろいろ出るじゃないですか、あれって、まず前段階としてからくりというか仕組みというか、今更ですけどちょっと教えてほしい。もともと2チャンネルというのをやっていて、で名誉毀損で損害賠償でっていうのがあって、で後半からもう面倒くさくなって、判決が決まったらじゃあそれ削除すればいいよねっていうのになって、まあとりあえず裁判にも行かないで判決が来たら削除するっていうのをやってたんですよね。で1個あたりの判決がだいたい数十万とかなんですよ。で、それが残り続けて、で、残り続けて、年間に 5% の利子がつくパターンっていうのと、あと間接強制っていうのがあって、これ削除しないと、1日5万円だよ、みたいなのがあって、で、削除できるやつはしてるんですけど、そもそも削除する対象がないやつっていうのがあるんですよ。要はもうすでにそれはありませんと。で、ただそのありませんという反論を僕は裁判ではやっていないので、裁判出てないから、そうすると、じゃあ削除してくれって削除をしろという命令が、まず判決が出ますと。で、それの間接強制を取りますと。で、その場合削除する対象がないので削除ができないけども、毎日5万円を払わなければいけないという状況は残るんですよ。で、その状況が残りつつ、仮に残り続けて、で、どれくらい間接強制があるかも覚えてないんですけど、じゃあ10件とかあったら1日50万円で何年も経つとこれぐらいになるよねと言ってる額が面白くなると思って大きめの額を言ったのが一人歩きしているっていう話なんですよね。じゃあ、あれなんですか、その裁判自体に慣れてるというよりは、訴訟されてることに慣れてるだけで、ある程度までしか出廷はしてないってことなんです、最初の。あくまで出廷してたのでいくと、2、3年は出廷してたので、なのでトリプルヘッダーとかもやってるんですよね。1日に裁判が3つあるみたいな。で、その裁判、行ったことある人分かると思うんですけど、被告でも原告でも行くと、まずその裁判所のその法廷の中入って、で、じゃあ被告ですって言うと、免許証見せたりって本人確認するじゃないですか。要はその本人以外の人が法廷に行ったらまずいので、結構厳格に本人確認するはずなんですけど、僕基本顔パスだったんですよね。もうその、要は3日に1回は裁判所に行ってるし、トリプルヘッダーとかもしてるので、はいはい、ひろゆきさん、西村さんねっていうので、どこ行っても僕西村さんに通るんですよ。で、で、裁判所の送達っていうのは基本的にその人が住んでいる場所か、もしくは職場に、送達の人が来て、本人の確認した上で、裁判所の、起訴されましたよ、訴訟されましたよとか、判決文ですよっていうので受け取るじゃないですか。で、僕の場合、送達が裁判所内で行われるっていうのが何回かあったんですよ。要は、西村さんは裁判所に来るのが分かってるから、裁判所内で渡した方が早いよねって言って、西村さんこれあるんですよ、送達って。ああ、そうすか、そうすか、みたいな。いう、それ前後部からだったんですけど。それって、訴えられた時に、普通のマインドで、いられるっていうか、なんでこう、普通にこう、マインド保てたんですか？ちょっとこう、裏社会な人でも、やっぱり嫌なもんだと思うんですよね。話を聞いてる限りはですけど、なんでこの普通のマインドでいられたんですか？損害賠償を負った時に起こる出来事というのが、給料が27万円以上をもらっている場合、差し押さえることが可能であるっていう日本の法律なので、27万円以下か、もしくは2箇所から給料もらってると23万だったかな、なので、それ以上の給料をもらってない人の場合は、何もできないんですよね。当時、ひろゆきさん、なんか事務所的なやつ、すっげえボロいアパートを登記していませんでした？ああ、ありました、ありました。あれって、狙ってのことなんですか、じゃあ。あれももともと、普通に家でやってたんですけど、家にすげえいっぱい来るのがめんどくせえっていうのがあって、送達が来るのと、差し押さえが来るっていうので。で、差し押さえも来て、で、何もないっすねって毎回帰ってくるんですよ。
それも時間取られるからめんどくさいので、じゃあ住所別のとこにしようっていうので、あのすげえボロアパートを借りたっていう。あれもう本当、あのなんだろう、人食ってる感じが最高でしたけど、あのボロアパートあの新宿で安いところでした。はい、その時ですか。その時どこに住んでた実際は。新宿に別のアパートに住んでて、でその家用の住所の安いところを借りたっていう。あ、そういうことか。はいはいはい。いや、なんか結局借りてたやつが、うん、結局すげえ得してるはずなんですよね。あの新宿の再開発地域に指定されていて、で今多分でっかいビルを作ってる最中なんですけど、うん、強制的に立ち退きになったので、はい、なのであのその供託金として裁判所に結構な額置かれてるんですよ。あの僕は立ち退きには一切サインしないって言ってたんで、あの面白いからこれどうなるんだろうと思って、そしたらその法律でそのあの再開発地域に指定されてるので、裁判所にお金を供託することによってあなたの権利と置いてあるもの全てが没収されますっていう法律上の手続きをされたので、うん、なんでまあ部屋になんかあったもいろんなものとかなくなったと思うんですけど、一応だから裁判所に行くとお金がもらえる状態のまま、もうでも10年ぐらい経つのかな、多分ですけど、うん、あの僕も前までその辺りに住んでたんですよ。あ、そうなんですか。西新宿5丁目みたいな。はい、あの、うん、ちょっとひろゆきさんらしき人を見たことはある。そういうことは書けないんですけど僕ですけど、たぶん郵便物を探しに来た、多分ひろゆきさんだろうなと思って、はい、であの辺の再開発のエリアがもう拡大してってて今、はい、でもうそれで僕 もうその辺いられなくなったんで、まあ、ちょうど出たってことですね。じゃあずいぶん安いとこ住んでたんですね。エリア的にですけどね、まあ安かったですよ。あのもうなんか再開発が決まってると家賃上げないじゃないですか。はいはいはい。それでっていう感じで住んでましたね。まあでもあそこら辺交通の便いいし、割と生活には困んないですよね。うん、全く困らなかったです。すごくあの楽ちんな場所でしたね。供託がわからないという人がいるんですけど、あの、でも、100万円の債権というのが、じゃあ、ゴンザレスさんが100万円僕から回収する権利がありますと。で、そういう時に、ゴンザレスさんに100万円渡したいんだけど、ゴンザレスさんが受け取らないっていう時に、裁判所に100万円を渡す代わりに、ゴンザレスさんに返したことにするっていう手続きがあるんですよ。っていうのを供託と呼びます。以上です。ひろゆきさんって優しいですよね。拾ってあげるんですね。僕無視しちゃいますよ普通にあの生配信は昔からやってるんで、はい、あの僕もたまに見てますけどね、あのそういう意味ではあの特にひろゆきさんがなんかパリ行ってからのなんだろう、あの生活をあの聞くのは結構楽しかったですけどね。あの特にその、あれでしたね、ひろゆきさんの奥様が登場してくるシーンとかすごい、ひろゆきさんの素が出ててよかったな。本当すいません。いや、大変なんですよ。丸山さんもなんかその、家族が増えるとあんまり無茶できなくなるじゃないですか。そういう意味で、家族は増やさないみたいな決意があるんですか。あんまいないですからね、日本というか東京にそもそも。もう拠点として東京が薄々ですよね。だからもう本当、1ヶ月、今でこそだいぶ絞りましたけど、1ヶ月に3回海外取材出るとかやってたところが前に、帰ってきてすぐ荷物変えていくとか、それだったら回ってこいよって話なんですけど、大陸が違うんで日本に1回帰ってきた方が楽だったりするんですよね。はあ。そんな、こう感じでやってますからね。まあ、でも楽しいですよ、こういう生活も。したらもうパーマメントトラベラーになっちゃってもいいぐらいじゃないですか。でもやっぱりね、僕はその発信する先は日本でいいかなと思ってるので、もちろん海外でもいいんですけど、やってきてそのもうちょっと僕より若い世代の人たちはもうその垣根が崩れてきてるのは分かってるんですけど、やっぱ僕はあの日本の価値基準で見るとおかしいっていう、面白いっていうものを取ってくるものにやっぱり能力的にまだ特化しているところがあるので、その方がまあいいかなとは思ってますね。あ、でももう原稿送るんだったら別に日本にいなくても送れるじゃないですか。うん、うん。出演さえなければ、うん、まあ帰ってくることによってリセットするっていうのはすごいあるんで、価値基準ですね、特にあの、はいはいはい、飲まれちゃうっていうか、例えばですけど、ニューヨークに長く住んでる日本の方に会っているときに言われたのが、あの特に女性の方ですね、女性の方が渡米した時の化粧の流行でストップしてて、
アップデートされてないっていう話を。はいはいはい。で、世代ごとに見ると確かにと思って、いついつ頃の方ですよね、みたいな、聞くと、ああ、そうかと思って、だから微妙な、その、なんていうかな、そういう価値観とかのズレとかがアップデートされてないと、なんかその原稿とかで外しちゃいそうな気がするんですよ、僕の場合。はあ、確かに。そのために戻るっていうのは結構あって。あ、でも僕もそれは昔はあったんですけど、多分一周回って村上春樹方式になったんですよね。ひろゆきさんはいいですよ、それはもう。ひろゆきさんであり続ければいいだけなんで。その、でも村上春樹さんが、その、日本に住んでない状態で、なんか結構ギリシャだったりいろんなところに転々として、でも日本人がすごい喜ぶ小説を書くじゃないですか。うん、でも結果として翻訳されて海外の人が喜ぶ小説にもなってるじゃないですか。うん、だからなんか価値を合わ、その微調整を日本に帰ってするっていうのもやらずに、むしろ人間ってこうだよねっていうところを抑えると、うん、そっちの方が実はずぶといのではないかっていう。確かにね。それは、僕もこの先の課題なのかもしれないですね。あんまり帰らなくても確かにいいかなって気も少しずつはしてるんですけど、ただ拠点をどこに置くかで、ちょっと、ひろゆきさんがフランス、パリってなった時に、アメリカとかロンドンとか英語圏じゃないんだっていうので、お、すげえと思ったんですけど、ちょっとおしゃれでかっこいいじゃないですか。は。そうなると僕もなんかそれっぽいところに行こうとちょっと思ってこれね、俺がですよ、タイとかに移住してみてください。何の新鮮味もないじゃないですか。あ、まあ、確かにね、なんか黒沢さんみたいな感じしちゃいますよねそうなんです、黒沢っぽくなっちゃうから、だからどこかなとは思ってます。あ、そっか、したら面白みに行くとロシアかな。ロシアね。一個考えてたのはインド。ああ、はい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 。ムンバイあたりは世界中どこでも飛びやすいから、いいかなとはちょっと思いましたけど、でも、現実問題として暮らすのどうかなとはちょっと思いました。まあ、ただ、インドはその、インドに沈んじゃってる日本人もいっぱいいるから、ああいう感じね、みたいなイメージが。あと、なんとなくね、音楽できないとダメな気がするんですよね、あそこ、インド行って。はいはい。ちょっと一通り弾けないと、プロを目指した時期がないと、なんか入れない会話みたいなのがありそうな、そういう人たちが溜まってるんで。はい、インドネシアね、インドネシアは、どうだろう、まあ、結構進出してる人は多いんでね、意外と。むしろ、アフリカ大陸は結構穴場じゃないですか。アフリカ大陸はね、でも動物系の人が多く結構いるんですよね、変なところに。あ、で そこで勝ち合うので、で勝ち基準的にはな。でもアフリカでも、それこそケニア、南アフリカあたりは全然、含めてもいいかなと思ってますし、ただ、アラブ方面の方が面白そうだから、北アフリカの方が良いかなとか思っちゃいますよ、ね。ああ、じゃあ、イスラム教徒になって中東行っちゃうっていう。イエメン。いいですね。ちょっとありですね。イスラム教でもな、なんか宗教に縛られるのも、まあまあ、それはそれでまあ、はい、でもまあ、ちょっとアラブ地域は確かにホットスポットなんで、僕の中でも、うん、いいかなと思いますね。トルコとかは、ちょっと緩めなんで全然ありかなと思います。ひろゆきさん、引っ越す予定とかないですか？今のところないですね。まあ、僕別に引きこもりなんで、どこでもいいんですけど。だからフランスも彼女がフランスって言ったからフランスっていうだけで、まあ、僕的には結構どうでもいい。僕でもフランス行った時に、ちょっとフランスのその、パリのだから、10区じゃない、何区だったっけな。15区か。の方の、ちょっとこう団地っぽいところに行ったんですけど、そこに集まってる不良の連中がやっぱり異様に迫力があってですね、なかなか、パリの不良も怖いなって思ったんですけど、ひろゆきさん、そのパリのちょっと悪そうな人たちとか目を合わせたりするんですか？いや、でもそんなに怖そうな感じの人って、まあ、多分アジア系だから、僕そのベトナム人とかに見られちゃうんですよね。あ、はいはい、僕は会いに行ったんですよ、そういう悪い人たちに。はいはいはい。車の、ね、後ろのトランク開けてなんか商売品がある人たちがたまった場所に、はいはい、地元の顔役の人に青少年センターみたいなのの、なんかその指導員みたいな人と仲良くなったので、
その人に連れて、はいはい、その地元のワルが集まってるとこ連れてってって言ったら、あのその指導員の人にはみんな笑顔なんだけど、俺とかにはものすごい怖い感じになってたん で、あの今何やってんのって言ったら、うん、何にもしてないよって言って、あのトランクの上にがっつりこう乗っかって、開けねえぞみたいな感じになってここになんか商品入ってんだなっていうのは分かったんですけど、はいはい、あこいつらはちょっとマジで怖いなと思いました。いやでもそれゴンザレスさんがそのいかつい見た目をしてるから、いかつい対決になっちゃってたんじゃないかなって気しますけどね。笑顔で近寄ってますよちゃんと。いや多分普通にあの何を売ってるのか前もっと聞いて、こういうの探してるけど売ってないって言ったら商品見せてくれません？多分ね。でもこれカメラ出さなきゃいけないから。あーそっかそっか。やっぱりねあれなんですよ、あのカメラってよあの本当になんかあの昔その自分で執筆するために取材してた時の方が楽でした。カメラで撮るのは本当に大変ですね。ちょっとこうレベチナぐらいこう難易度上がりますから。そうですね、確かにそれが証拠になって裁判になってとか考えると普通嫌がりますからね。そうなんですよね。でもひろゆきさんそのパリで暮らしてて、うん、そのやっぱり日本の価値基準とその違うところでいて楽ですか？やっぱうん、僕ただアメリカでもその大学行ってたりしているので、うん、なのであんまり気にならないんですけど、ただその、もともとアメリカのチップっていうのは僕はあれはいらない文化だと思ってたんですよ。はい、で、まあ、日本もチップないじゃないですか。で、うん、フランス来て分かったのは、あのチップはあった方が良いっていう。え、なんでまた？あの、フランス人本当に働かないんですよ。で、あの、チップがもらえると、チップが欲しい人はちゃんと働くじゃないですか。だからアメリカ人って働くんですよ。うん、で、いい働きをしたらチップもらえるから、結構納期とかもきっちり守るし、なんなら早めに終わらせてチップをもらおうってなるんですけど、うん、フランス人はいかに働かないで引っ張り続けた方が、同じ給料、日給をもらい続けられるかっていう人たちが大勢いるんで、仕事終わんないんですよ。社会保障も手厚いですからね。そうですね。失業手当も結構長くなかったですか？あの1年働くと1年もらえるんですよね、6割ぐらいの給料が。はいはいはい。なのでいかに仕事を伸ばすかで、嫌な仕事があったら辞める、で辞めても給料もらえるし、で Airbnb みたいなので部屋貸しといて彼女の家住んでると何もしなくても金湧いてくるよねみたいな。はいはい。なんかねあれで言ってたのが、警察官なんかなるやつの気が知れないみたいなこと言ってるやつがいましたんです。はいはい、あんな、うん、あのみんなあのに嫌われて給料安くてきつい仕事、あのそんなになるのはそういう他の仕事ができないからだみたいな言ってる方がいたんですけど、やっぱその警察官もすぐ慣れちゃうんですよね、日本に比べると、うん、日本の場合はそのもう警察官になるんだっていう子がすごい審査をされて、で専門学校とか行ってようやくなるんですけど、こっちはあの普通に警察官になろうと思ったら確か半年とか1年とかで訓練を受ければ慣れちゃうんですよね。それがだから、あの今コメ欄にも書いてる人いますけど、まあ変な話、それでも国は回るんですよ本当に。まあ、まあ、でもその結果そのレベルの低いというか、まあそんなにちゃんと訓練を受けない警察官がいるので、その銃ぶっ放しちゃって、あの移民の人殺しちゃって大変なことになるみたいなのが今起きてますけど、そういう事件が起きることも含めて回ってると取るのか、うまく回ってないと取るのかは、まあまあその人次第というか、その状況次第ですね。受け入れるかどうかですね。それも込みでいいと思うならその国でいいと思いますし、まあ、いうことかなと思いますけどね。あ、毎週デモがあることが、そのなんか、うん、フランスは大変な、そのパリは大変ですよねって言われるんですけど、その毎週デモがあるが日常なので、特にそれに対して、うん、あ、そういう人毎週いますよ。でも別にあの、僕の生活とは一切関わらないので、デモやってる場所に行けばデモやってる人がいるっていうだけなんで。なんで火曜日でしたっけ？なんか決まってましたよね、あの、毎週土曜日にあの、黄色ベスト運動の人たちが、一応今でもやってるんですけど、うん、場所もなんとなく決まってましたよね、確か。あの、もともと警察に届け出を出したところでデモをするので、うん、なので、あの、毎週毎週ここでやりますよって決まってるんですよ。なので、そこに近づかなければ、あの、何も接点のないまま暮らせるんですよね。でも、ひろゆきさん、あの、引きこもり的なこと言いますけど、それでも外出るわけじゃないですか。あの、ごちゃごちゃしたところはやっぱ苦手なんですか？いや、僕割と好きですよ。あの家が大好きで、で、その、家を出たとしても、面白いものは好きなんですよ。なんその、優先順位が、家が一番で、二番目、ごちゃごちゃとか好奇心なんで。あの、ほら、もうすぐ、あれじゃないですか。オリンピックじゃないですか。はいはい。やっぱこう、観戦されるんですか？
一応チケット買いました。ああ、さすが。またあれじゃないですか、ひろゆきさんレポート頼んでくるテレビ局とか暴走じゃないですか。いや、ないと思いますよこの競技行ってくださいみたいな。ただ物理は大体のスポーツってテレビで見る方が面白いんですよね。まあそうですね、見やすいですしね、であの選手の紹介とか経歴とかがあるし、家の中であのクーラーの効いてるような状態で見れるじゃないですか、日本だからと、はい、ビール飲みながら見たいです、だからどう考えてもスポーツってテレビで見てる方がいいよねっていう派閥なんですけど、まあ、一応チケットが売ってたんで買ってみたっていう感じです、はいはいはい。何の競技にしたんですか。X スポーツと柔道。ああ、なかなか良さそう。いいところ取れますね、なんか。まあ、その X スポーツは どんなのになるか分かんないから、とりあえず興味津々で買ってみて。うん、で、柔道は、その、金メダルが一応決まる試合だから、あわよくば転売できねえかなと思って。フランスも人気ありますからね、柔道ね。まあ、一応、はい、あります、はい、うん。もう一個聞きたかったんですけど、ひろゆきさんって、こういうオンラインの、あの対談とかインタビューとかすごい番組出演もよくされてるけど、直接の取材って、うん、拒否してるわけではなく人が来ないから受けてないだけなんですよ。まあ、基本的には普通に日本に行って受けたりもしてますけど、多分オンラインのが相手も僕も楽なので、結果としてそれの量が多くなってしまうっていう。なんかほら、外録チャンネルの時に、外録さんが、普通にこう、ひろゆきさんのとこ行って出てたのを見て、あ、ひろゆきさんってそれ直接のやつ受けるの？と思って、ちょっとびっくりした記憶がありまして。ただ、僕自身の話をするのが本当に僕苦手なんで、外録前半めちゃめちゃ機嫌悪そうなんですよね、僕。もう何度もした話だから僕自身面白くなると思えないんですよ。でさらにわざわざその、外録チャンネルやってらっしゃる三四郎さんがパリまで来て、そのこの映像誰が見ても面白くないよねっていうのをずっとやってるから、これはつまらんなって、ね、どんどん僕テンション下がるっていう。で後半僕以外の話になったから割と楽しそうな話してるっていう状況なんですけど、なんかあれ、僕が今まで一番危険な取材なんですかとか、死にそうになった目ありますかって聞かれてる時に目が死んでるのと一緒ですよね。はいはい。そうだ、何度も言ってるから、この話は面白みないよねっていう。それはすごいわかります。でもなんか僕、思ったのは、本当にこう、意外となんかひろゆきさんって、ちゃんと行けばちゃんと相手してくれるんだなと思って。まあ、普通に、はい。一般市民なんで僕も普通に対応します、はい。一般市民的な自覚あるんですか？インフルエンサーなのか何なのか何だろう。ひろゆきさんのポジションっては、今のなんか IT 系のなんていうかな、そういう、成功者の走りじゃないけど、それでいてインフルエンサーでっていう感じな風に見てる人も多いと思うんですけど、ひろゆきさんの認識ではどこにいるんですか。僕はタレントは本業ではないので、あくまで一般市民だと思ってますよ僕は、うん。まあ、人によっては違うっていう人はいると思いますけど、事務所とかもやっぱり入ったりはされてないです、はい。なので要はその芸能の仕事とかがなくなっても別に全然困らないポジションにいるっていうのもあるので、多分好き勝手が言えるっていうのがあるんですけど、僕も全然入ったりとかしないでしょ、事務所とか。あ、はいはい。自分でさばけなくなったら考えるけど、自分でさばけるうちにどっか所属してもしょうがないなと思って、うん。まあ、せいぜい自分の会社ぐらいですよね。タレント業をやって、まあそのまあ、今日みたいな話で面白い人と話したら面白いよねで、やってる時は面白いんですけど、なんかその一生その芸能の仕事をやり続けることをやりたいかって言われると別にそうでもないんですよね。まあそりゃそうですよね、うん。そういうスタンスで生きてらっしゃらない感じがすごいします。人前に出るのそんなに好きじゃないんですよね。めちゃめちゃ出てるんですか。いやいや、結果としてその断るのがめんどくさいので出てるんですけど、はい、多分その人と関わるのが好きだったら僕東京に住んでると思うんですよ。なので関わるよりも引きこもってたいっていうのがあって、外国に逃げてるっていう状態ですね。引きこもってる時って、情報収集とかどうしてるんですか。その日本を含めて、ひろゆきさんいつもなんか何か問題や事件が起きた時にパッと切り込むじゃないですか。ああいう情報のアップデートとかって普段どういうふうにやってるんですか。でも普通に生活してなんか目に入った情報を見てるぐらいで、なんか情報収集をしようと思ってやってる感じでもないんですよね。なんかそう、多分他の人が完全に常識だと思ってるところを僕は逆に追ってなかったりするので、
あとまあ、例えばそのテレビ番組のドラマとか CM とかの情報を僕一切追ってないので、あと芸能情報とか全く追ってないので、なので割と僕が興味がある情報は長持ちする率が高いんですよね。ああ、さっきもね、海外に住むことによって人間の根本的なものって村上春樹さんのやつを引き合いにして言ってたじゃないですか。やっぱその物事の本質を捕まえていくことで、こう今のポジションというかそういうところをきちんとこう、まあ、生かしていくっていうか、持ってるものをちゃんと生かしていくことができてるのかなって思いますよね。さまつな情報がだからいらないってことですね。アップデートが必要なようなことっていうのは。あとはその割とネットで調べるのが昔から得意なので、他の人がこういう情報を知ろうと思ってネットで使う時間と、多分僕その3分の1ぐらいの時間である程度大体把握できちゃうっていうのがあると思うんですよね。で、あと、その多くの、その海外の情報の多くは英語で出るので、なので日本人の人ってその日本語の翻訳された情報が出るのを待つんですけど、僕別にその海外の元々の、じゃあこの人が超えてますっていうのをそのまま見た方が早いよっていうところで、その情報の速さっていう意味でいくと、日本語使わないっていうのもあるのかなと思うんですけど。それはそうですね。僕も情報収集基本英語でやりますし、そこから頑張って現地語、謎の言語に行くってこともありますし、そこからがちょっと時間かかっちゃうんですよね。このもう字面として分かんない言語に自分でツール使って変換していくじゃないですか。はいはいはい。どうやってあったのかなと思いながら。確かめらんないですからね。確かに英語だけで済ませてほしいと思いますよね。先日タンザニアに行ったんですけど、タンザニアの時刻表が JPEG でタンザニアの言葉で書かれててせめてそのままだったら Google 翻訳に突っ込めるのに JPEG にすんなみたいな。それは画像化されるのはちょっとしんどいですね。はい、ということでもうぼちぼち、はい、お時間ですか。はい、はい、いやー、ありがとうございます、なんかひろゆきさん。はい、どうぞ、ありがとうございます。一回ね、アベマの時に、画面越しにはね、ちょっとお話ししてもらったんですけど、はいはい、きちんととにかく話してみたかったんで、ただどうしてもね、ひろゆきさん、怖いイメージがあったんで、なんか。いやいや、どう見ても丸山さんの方が見た目怖いじゃないですか。いや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 、そんなことないですから、ね、全然。僕もちょっと意外とそういうの気にしない。はい。だからちょっと話せてよかったです。はい。はい、ございます。いつかそんな怖そうに思われるんですか。すごく普通だと僕は思ってるんですけど。なんかいや、なんだろうな、どうだろう、なんかその比例には比例で返してくる感じだなと思ったんで、礼儀正しくはいこうと思いました。すいませんありがとうございます。いつかね、ちょっとパリかどこかちょっとお邪魔させてもらいたいなと。お邪魔です。はい、ちゃんとみんなが聞くような話じゃなくて、普通にいろんな話したいなと思ってる。その時はその時でよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。